あの YouTube。 はい、皆様お久しぶりでございます。カエルパパのですね、まあ、お友達というんでしょうか、まあ、フロックザイノシシとも、カエルパパというものはね当分出てきませんのでご了承ください。今回皆さんにご紹介したいものはこちらのね2点でございます。最近ですね、コロナウイルスとかで家に引きこもりがちになることが増えたんですね、皆さんね。で、ボードゲームの需要ってすごい高くなったと思うんですよ。その中で今回は2つの商品をご紹介したいと思います。まずはね、これクトーっていうゲームです。こいつはね、クトーですね、目がね、クトー。まずこのね、このゲームの特徴はね、これです。このサイコロを振って6個なんですけど、これね、これサイコロを振って点数がそれぞれあるんですね。1から6までので、それをペアを足していって合計6000点に先にした方が勝ちというゲームでございます。1と5が1がですね、出目がね、1個で100点、5は50点なんですけども、他の数字はね、例えば2が3つだったら200点、3が3つだったら300点、4が3つで400点、5が3つで500点、6が3つで600点。ただ一つだけね違うのがですね、1が3つ出た場合、1が3つ出た場合はなんと1000点がもらえちゃうんですね。で、このねゲーム、このお題があるんですけどね、こういうこうトゥトっていうゲームのね、400ボーナス、例えばね、例えばその1から5とか、まあ、なんかペアを2つか2つ作って、こう、なんていうんだろう、トランプでいうフルハウスみたいなやつを作ると、デトーっていうやつになって、そしたらこれ、ね、ボーナスポイントもらえます。あとはね、こういうカードもあります。これ、スキップ。まあ、その、これを引いた人は、これを、サイコロを振ることができませんよと、そういうことでございます。あとはね、そうだな、こういうのもあって、これは1から6、まあ、6個サイコロなんで、出して、まあ、要はストレートですよ。ストレート出したら2000点もらえます。まあ、これは花火って言いますですね。サイコロの出目の合計がね、ゼロになるまで振り放題というね、カードでございます。1と5が出る限りは、当分振れると。あと、ペアね。あと、これ。2倍。これはね、なんて言ってんだ？さっきの、2等を達成した時にね、さっきポイントが2倍になるんだよ。その合計点が。あとは、これ。これは、1位の人と、まあ、例えば、僕が2位だとして、このカード引いたら、まあ、テトを達成すると、この1位の人から1000点をもらえると。で、1位の人がこれを引いたら、テトを達成したら、これがもらえる。1000点ね。あとね、面白いカードがあるんですよね。どっかにあったはずなんですが。ありました。お、デッキの中に1個しかない、このカード。4つのクローバーです。これは、2回テトを達成しなきゃいけない。だから、2回テトを達成したらもう点数関係なしに、もう勝利になるんで、まあ、ある意味運のカードなんだな、と思いました。まあ、あとはですね、ちょっとでね、あったと。お店で買うとね、そのゲームの日本語で訳されたやつ、説明書がね、ついてくるんですけれども、日本語めちゃめちゃです。なんで、皆さんで頑張って、ルールを覚えてくださいと。まず一つ目の紹介はこちらで終わりたいと思います。